街中の気になる話題をニュースの目線で徹底調査する街ネタ調査隊、今日のプレゼンターは私三河です。はい、今日のテーマはですね、グミでございます。はい、坪内さんはグミ食べますか？いや、私はあんまり食べないんですけど、子供はよく食べてますね。でも私のグミたまにつまんでますよね。バレちゃいました私は大好きなんですけれども、はい、特にハードな食感が好きでして、はい、もうグミでしかこう得られない満足感があるんですよね。うん、で食感や見た目、味、こんなに細分化されたお菓子なかなかないと思うんですけれども、うん、実はこのグミ全国的に市場が拡大を続けていて、県内の売り場にもその動きが現れています。広がるグミ市場を調査してきました。まずは街で聞いてみました。皆さんはグミ食べますか？グミめっちゃ食べます。もう毎日食べます。何万来るとね、買ったりしてるけど。小腹空いた時とか、集中力上げきれた時とか。街では若者を中心によく食べるという声が多かったグミ。鹿児島市のコンビニエンスストアを覗いてみると、見てください、大きなグミの文字が見えますね。ずらりと並ぶグミ、その数およそ100種類。もともとグミ私すごく好きで、結構品揃えはしてたんですけど、9月3日がグミの日ってなってて、でグミの日に合わせてちょっと盛り上がる売り場を作ろうかなということで、みんなで作りました。お客さんの反応がよく、9月以降も継続しているというこのコーナーには、好きなグミのランキングに、グミを硬さごとに並べたなんともマニアックなチャートまで。品数はコーナー設置前より30種類ほど増えました。店舗を訪れた人は、力入れてるなって思います。銀ちゃん飯の巨峰です。最高です。売り場でも存在感を増すグミについて、市場の動向に詳しい専門家に話を聞きました。グミ業界の今どうなっているんですか？菓子の市場規模の大きさでいうと、一番大きいのはチョコレートなんですが、成長の具合で言ったらグミが一番伸びてる市場でして、こちらはグミの市場規模を示したグラフです。拡大のペースは2020年以降一気に加速し、わずか3年でその市場規模は 1.7 倍に。この勢いでお菓子界の下克上も起きていました。2021年にガムの市場規模を超えたんです。もともとはガムがグミを250億円以上上回っていた市場規模ですが、2020年にほぼ同じ規模に並ぶと、2021年以降逆転しています。藤さんは背景をこう分析します。急成長したのがコロナ禍だというふうにして、ガムは食べると、吐き出すというような過程がございますので、一つで食べるのが少しネックになってしまったのかなというふうに見ております。手を汚さずに食べられる衛生面や、職場でも目立たず食べられる手軽さから、子供だけでなく大人からの人気も獲得しているといいます。勢いに乗るこのグミ市場に挑む場所が鹿児島にもありました。向かったのは奄美大島です。奄美市にある贅沢グミ工房グミコ、代表の三宅昭恵さんです。グミが好きだからっていうのが一番ベースにあるんですけど、グミ好きによるグミ作りはこの小さなキッチンで始まります。なんかこういう不思議な色の液を混ぜてると魔法使いっぽいでしょ。煮立っているのはラムネ味のグミの元になるグミ液、ゼラチンや香料などを混ぜて溶かしたものです。しっかり混ざったグミ液を
バットに流し込みます。綺麗ですよね。まるで波打つ奄美の海のようです。この大きな塊を独自の方法でカットすると砂浜にあるシーグラスをイメージしたグミが出来上がりました。味は奄美大島産のパッションフルーツ、徳之島産の黒糖、ミント、ラムネの4種類。歯を入れたらこうパンとこう跳ね返してくるような感じがあって、後味がやっぱりラムネの爽やかさがふんわり香る。自分の作ったのが一番美味しい。そうなりますよね。手前味噌ですね。現在は妹の里美さんと2人でグミを作る三宅さん。もともとは東京で働いた経験もあるプログラマーで、地元奄美ではパソコン教室を開いていました。コロナの時に、まあ、パソコン教師としてもいろいろあって、で今後のことを考えた時に、なんかちょっとここで一つ方向を変えたいなっていうのがあって、その時にグミ食べながら考えてたんで、お土産品のグミってあんまり見ないなっていうところで、コロナ禍でパソコン教室の経営が難しくなったことを機にグミ作りを決意。去年4月、事業をスタートしました。試食を担当するのは96歳の父正蔵さんです。でもまたね、あれこれ作りたいのがばっかりあって、単管なら単管の大きさ、その果物と同じ大きさの同じ味のグミにこうガブってやってみたいなとか、グミ好きの夢ですよね、そういうの。奄美島内の店舗に加え、今年7月には大阪の商業施設にも販路を拡大。小さな島から始まった挑戦は続きます。時代の流れも追い風に、勢いが止まらないグミ業界。深く広がるグミの魅力にあなたもハマってみませんか。今日スタジオには奄美のグミを並べました。いや本当にこうカラフルで、パッケージもねすごくこう鮮やかで、心がワクワクしますけれども、坪内さんも食べてみてください。こちらは黒糖とミルクのお味です。茶色の味があります。茶色の色がね。そうですそうです。いただきます。結構弾力がありますね。そうなんです。三宅さん自身もハードな食感が好きということで、好みに合わせたもの。美味しい。黒糖とミルクがよく口の中で、混じり合って美味しい甘さになりますね。嬉しいですね。美味しい。ところでこういったご当地グミについて、市場アナリストの木地さんにも聞きました。最近は大手メーカーでもご当地のものが開発されているということで、今後さらに活性化していく可能性があると話していましたよ。なるほど。奄美のグミ全国に広がるかもしれないです。い今いろんな食品で、まあ、ご当地ものっていうのが開発されてますけど、グミもご当地ものができてきたということで、いろんな可能性ってものがあるんです ね。またグミ戦国時代に入っていくかもしれないです ね。はい、お菓子界に新たな旋風を起こすグミから今後も目が離せません。